YouTube の皆さん、岡田博です。今ちょうどですね、5時10分前なんですけど、俺今日ですね、家族旅行で立山連峰の絶景駅って有名なJR 氷見線の天原市駅に今いるんですけども、これからですね、天原市駅をですね、現地レポートしていきたいと思います。今ちょうど夜明け頃ですね、5時10分なんで、空がですね、ピンク色に染まってますね。いや、いいですね。この天原市駅なんですけど、これから現地レポートしていきます。天原市駅の駅舎はこんな感じなんですけど、いかにもこうやって見ると国鉄感があるような駅舎になってるんですね。この国鉄感ある駅舎が立派で、この駅名標の街灯がですね、駅名標はこの街灯に照らされてるのがいい、蛍光灯に照らされてるのがなかなかいいですね。あ、これもうこれグッと来る駅で、なんか昭和の国鉄タイプの駅舎なんで、これはじっくり写したいですね。いや、これ来た甲斐があったかなと思いますよ。で、白砂青松の景勝地でなんか有名なんですよね、この JR 氷見線の、天原市駅なんですけどね。まあ、せっかく来たからにはもうここはじっくりやりたいですね。あの、親父が行きたいって言ってたんで、いや、じっくりやりたいなと思います。あー、なんかこの蛍光灯に照らされたこの駅名標、なかなかいいね、これ。まあ、ここまで来たからにはね、これはじっくりやっていきたいな。もうちょっとで5時なんですけど、この天原市駅の駅前通りはこんな風になってて、まあ、駅前広場はないですね。住宅地に囲まれた立地ではあるんですよね。駅前通りがこんな風に、あー、この夜明け頃のこの空の明るさ、なかなかいいですね、これ。あー、なんかいいかもしんないね、これ。あー、これなかなかいいな。まあ、駅前広場はないですけど、まあ、海沿いの住宅地の駅で、潮風の香りと海風がちょっとありますね。いや、立派ですね、この天原市駅。まあ、ここまで来たんだから、いろんな角度で撮りたいよね、これ。これすごいさ、グッと来る駅ですよ。で、駅の隣にはトイレがちゃんとあって、あ、ここ太田地区っていうんですね。あー、高岡警察署か。そうですよね、ここ富山県の高岡市ですからね。あー、なんかトイレ古そうな。あー、これいいですね。うわ、これ絶景の看板だ、これ。あ、これいいね。うわ、これいいな。うん、しゃがんで撮るか。あー、これいいですね。さすが立山連峰の絶景の駅、景勝地ですね。すごい、これはまた味わい深そうだね。いや、これじっくり写したいな。もうちょっと近寄ってみるか。うわー、幻想的。いや、立山越しの夕日、これいいね。ちょっと釣りにくいかなと思うけど、ちょっとごめんなさい。あー、いいね、これ。マジすごいよ、これ。
や、これ夕日マニアとか山マニアの方におすすめしたいし、忖度したいですね。うわ、これ味わい深いな。そしてこちらが、あー、これが海越しの立山連峰。そうなんですよね、立山連峰の絶景の駅ですからね。いや、これ見たかったですね。冬になれば見られるんですかね。ただ今日はちょっと天気が曇りのち晴れなんで、残念ながらこのような立山連峰今日は見えないので、一応そのお詫びとして、こちらの立山連峰のこの絶景の巨大写真ですかね、これはちょっと写しておきたいですね。ちょっとごめんなさい、これだけは写しますね。あ、で、駅名標がこちらですね。あ、マハラ氏の駅名標。あ、いいですね。これはもうやっぱり写したいですね。いや、さすが JR 西日本らしい駅名標であるってこと分かりますよね。さすが富山県ですね。この駅名標もやっぱり写さないとあれですよね。あと、そうですよね、これと駅名標も入れてみるか。あ、こういうサムネイルがいいか。あ、こういうサムネイルもいいね。あ、こういうのもいいね。まあ、せっかく来たんだから、まず駅舎からじっくり写さないとね。それでは早速ですね、こちら天原市駅の駅舎の中ちょっと見ていきましょう。あ、この駅名標もいいですね。あ、これも写さないと。天原市海岸から見える立山連峰のお土産販売してんだ。絵はがき持ってんだ。いいね、すごいね。あ、駅前駐車禁止なんだ。なるほど。あ、道の駅の駐車場止めてくるんだ。あ、みんなそっちを利用すればいいんだ。これ車で来る方は道の駅の駐車場を利用してください。そういうことなんだ。あ、これが駅舎の入り口ですね。じゃあ駅舎内からまず見ていきましょう。あ、これが天原市駅の駅舎内ですね。こんな風になってるんだ、駅舎の中。こんな感じで、あ、結構広々としてますね。うん、あ、木製のベンチはあっていいですね。こんな風になってんだ、駅じゃない。あ、すごい、観光ポスターもちゃんとある。さすが富山県を代表する観光地ですね。こういうのもいいですよね。内部はこんな風になってんだ。なるほどね。
こちらが発車時刻表ですね。発車時刻表はこんな風になってて、みんな 1,2 時間に 1,2 本っていったところですね。みんな本数は1時間に 1,2 本が本当多いですね。これが氷見線の時刻表の現状なんですね。みんな 1,2 時間に1本なんだ。いや、 1,2 時間に 1,2 本程度なんですね。氷見線利用したい方はこれちょっと一応写しておきますね。参考になればいいんですけど、ここまで来たからにはこういうのもいいよね。あとですね、駅ノートはないんですね。こういう観光地の駅はさ、必ず駅ノートあってもいいと思うけど、さすがに駅ノートはないんだ。なるほどな、駅ノートはないのか。でそしてこちらですね、これ駅の事務室ですかね。でここにですね、なんとですね、なんか天原市駅のなんか記念のグッズとか切符がなんか売ってるらしいですね。で自動券売機はないんで、切符はこちらの窓口で買うんですね。立山魚津方面、富山魚津方面、金沢いするぎ方面、ここでみんな切符買うんですね。この窓口で切符買うんだ。この窓口で切符販売ってまだ現役ですよね。これ新たな発見ですよ。この切符売り場、これもまた貴重な看板ですね。一応切符はこちらの窓口で買ってください。なるほど。で、こちらなんですけど、これ窓口業務は朝の7時半から夕方5時半までやってるんだ。この天原市駅のこの絶景、これいいですね。でこちらが駅のホームの入り口になって、立山のレンマップか。時計もちゃんと完備されてるんですね。いいですね、ちゃんと完備されてんじゃいいね。で構内図はこんな風になってんだ。通路ってことはこれ構内踏切で結んでんか。1番線が氷見ホームで、2番線が高岡方面か。ホーム内で撮影するときは入場券150円が必要なんですね。これ気をつけてください。こういう風になってるんだ。天原市海岸の義経岩、これ左に行くんだ。ここもちょっとレポートしておくか、せっかくなんで。券売機ないんだ。現役な窓口業務ですよね。すごいな、ここで切符買うんだ。すごいね。はい、それではですね、天原市駅の現地レポートなんですが、ちょっと分割して配信しますので、ちょっとそっちについてはご了承ください。次はですね、天原市駅の方もですね、現地レポートやっていきたいと思います。ちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと分割して配信しますので、カットしますね。続きはホーム編をご覧ください。それでは。